さて内藤さんとのウィークエンド寺ちゃんです内藤さんよろしくお願い,いたしますアメリカの NBC ニュースが中国の習近平国家主席がバイデン大統領に台湾を掌握するつもりだと語ったと報じましたまこの発言11月に開催されたアジア太平洋経済協力会議 APEC の合間にですね行われた米中首脳会談で交わされた内容だと言いますえ3人の元アメリカ政府高官の話 まあこれを引用した形で報じられたようですが習近平氏がですね、えー、国家主席がバイデン大統領に台湾を掌握するつもりだと言ったとするならばこれは内藤さん結構大胆な発言ですねまあ前後が分かりませんし元の原文がね、まあ、僕は英語使いじゃないんですので英語の微妙なアンス分からないですけれども、ええ、あの分からないのでこ,のこれだけだとその何とも言えないんですが。はいまあ あの将来的に台湾を掌握したい、ええ、する意思があるということはこれはまあ中国の国勢ですからどういうタイミングで何をしたいということを具体的なことは分かりませんが、まあ、これ言ううでしょうね、うん、だからつまりあの、アメリカ側がいや台湾は民主国家で実は独立しているよというふうなことを、まあ、多分まあ言わないとは思いだますたあバイデンちさんさ出失言多いですからね、ええ、ポロっと言っちゃう人なんで。はい なんかそれに対して応じた言葉なのかどうかわからないですけれども、うんはい、ただまあ、 基本的な方針は方針なので、はい、あのこのいつの時期とかどういう形でとは別にして、まあ、当然彼は言ううでしょうね、はいでまあ、このニュースが報じられると手に入れるも何も中国の一部だったんじゃないのといったツッコミが世界中から殺到していたようですえ習近平国家主席も本音の部分では台湾は独立していると考えているということなんですかね。いやだから、えー、あの独立してていいいるととううふななことは絶対口が裂けけもも言わないんですけども、はい 彼らの表現を言うと、主権の及ばない地域なんですよ。うん、ああ、なるほど、今。台湾はい、うん、はい。主権は及ばない。中国の領土であるけれども主、はい、主権の及ばない地域という言い方。はい。すごい。だから、それ、た、えー、例えば、かつて韓国は北朝鮮というのは。主権の及ばない地域で、うん。はい。まあ、確かにね、だって、この独立っていうのは国民国土主権ですもん、ね。そう,そうそう、だから。ここに、本来であれば、中国、あ、あくまでも中華人民共和国の。 立場ですよ彼らは台湾を含むのが領土なんだけれどもたまたま主権の及ばない空白地帯が生じているだけなんだという認識ですからだからそこに主権が及ぶようにしたいというのは別に矛盾はしてないんです一応彼ら的にはでただし。ただしこういう形であの結果的に彼らの力が及んでないよねということを習近平が認めているじゃんかと。 で特にこれはやっぱり中国の国内で、あのー、あるいは中国に対して不満を持っている人たちからすれば当然、突っ込まれる発言ではありますよね、はい、でこの NBC ニュースによりますと習近平国家主席、台湾を支配する権利があると主張したものの武力ではなく平和的に台湾を奪取することを望んでいる、まあ、こう発言していたようです。また、中国が2027年までに台湾を掌握する用意があるとするアメリカの情報機関の主張 これを否定してその時期は決まっていないと述べたとも言われます。まあ平和的な台湾脱出、まあこれはどういう形を想定してるんですかね。まあ一番彼らにとって理想的なのは、はい、あの香港のような形ですよね。はあ。 であ,と,はあのとにかく中国というのは今あの、人民解放軍がかなりあの強制的に軍備を拡大していて脅威になっていることは事実なんですが、はい、あの伝統的に戦争に強い国ではないんですよ。はい、やっぱり戦争だってあのガンガン勝ち取っていくということに,に関しては弱い国で、はい、あの朝鮮戦争でこそあのアメリカをその、まあしまあ、実際、米中戦争ですから、はい、アメリカを退けて北朝鮮をまあ守ったということになってますけどもでも。 あれでしょう中越戦争だって勝ってないわけですよ。はーはーでベトナムも、えー、勝ってないわけですね。はいえー、で実際戦争本当にドンパチをやったら勝てるかというとまあ あの初戦は勝っても直線になるとどうかとかですねいろ、うん、んな意味で、はあ、あの基本的にやっぱ彼らはあの軍事力で制圧するということについては歴史的にそれほど強い少なくとも図体の割に強い国じゃないわけですよだか,、はい、だから情報工作とか得意なんです、ね、あそうか,そうか。だから孫子の併合じゃないですけど、はい、戦う前に相手を切り崩して弱ったところで狼窃していくというのが伝統的なスタイルなのでだから中 中華人民共和国という国は国連の常任理事国立場を利用していろんな国際機関に自分の自分たちの国の代表であったりあるいはそうでなくても自分たちの意気のかかった国、意気のかかったスタッフを送り込むことによって国際今の国際秩序を維持してそこで自分たちが主導権を握るというのが彼らの基本的なスタイルなんですよ。だから彼ら彼は あの核のの拡散というのは絶対反対反するです、はい、要するに体制を変えることは今の秩序を変えさせない、はい、今の秩序の中でいかに自分たちが拡大するかうん、うん、その中で例えば経済的にも中台湾を経済的にどんどん取り込んで人間も送り込んで,で自然と台湾の人たちの間からこれは中華民族なんだから同じ中華民族なんだからで中国も経済発展してやし。 もう一緒になってもいいんじゃないのとでもう中国なしでは商売も成り立たないし一緒になってもいいんじゃないのという世論を台湾に作ってでそれで自然とあの香港のような形であの台湾がまあ返還するという、まあ、祖国に復帰するというふうにしたいんですよ、<ー>理想は、はいで。そのためには50年でも100年かかってもやるという逆にそれぐらいのスパンでかかってやるというのが彼らの基本的な考えただ、現状で言うとあの香港のあの様子を見てですね、えー 少なくとも台湾の自由な社会、あちなみにです、ね、あのかつて、あのー、台湾のことをです、ね、あの何と言ったかというと、その中国、大陸の中国を認めない人たち、認めないという立場の人たちがあの中国と中華民国でややこしいということでどういったかというと、まあ、大陸の中国を共産中国とか拒否、共産党の貴族ですけれども、ね、台湾をですねあの台湾の一応中、中 国民政府が中国全土の、あの政党政府だという意味でですね、自由中国っつたんですよ。ー自由中国。はい、要するに共産中国に対して自由中国。だから、あの今はっきり言って、自由中国っていうのは今の台湾まさに自由中国ですから。だから、その自由中国の国民がですね。あの今のあの香港の状況を見ててですね。はい これが共産中国と一緒になりたいと思うかというとそれは普通の人は思わないですよ普通に考えればだから、これはやっぱり平和的なというのはこれそれこそ本当共産党政権が50年でも100年でも続くことを前提にした発想ですから。 うんはい、で今回のこの習近平氏のこのニュースを受けて来月にも実施される台湾の総統選挙を前にさらに中国と台湾の間で緊張が高まったというふうにも言われています、まあ、今のところ来月実施されます台湾の総統選挙は野党側が候補者の一本化を図れなかったために与党・民進党有利とも予想されていますが内藤さん、現時点ではこれど,のどういうふうに見てますか 現時点では、来政徳さんはなんとか逃げ切るのかな、はい、民進党です、ねえー、民進党逃げ切ってほしいなと私は思いますが、えー、まあ何があるか分かんない、ただ、えーあのー、これがやっぱりかつて中国が、前回の蔡英文さんの選挙の時も、最初、蔡、はい、さんは非常に不利、あのー、だと。うん 言われていたのが中国がプレッシャーをかけたことによって、はい、一挙にその変わったわけですが特にその香港の逃亡犯条例であんなことやる国だよね、チャイナの,あの共産政府はああいう国だよねっていうのが分かったんで,、はい、でやっぱりそんな国と仲良くしちゃやっていけないよねということでサイ・ブ、はい、さんがまあ逆転で勝利をしたということがありますんで、はい、あの今、いろんな形でその大陸側がのプレッシャーかけてますけれどもあのこれがですねやっぱり タイルから見ると裏目に出てですね、ええ、こういう形でやっぱりや一緒にやっていけないよねという,ふうなことが定着してくれるといいんですが、はい、まあその辺がですね方針変えちゃってですね、ええ、猫なで声になってきたりすると<ー>ちょっと嫌だよね,ねただ、まあ、と。にかく我々としては あの民進党政権が続いていただきたいなというのはもう切なる願いですね、はいはい、でその民進党から立候補している来イ・徳氏、中国はですね独立派だと批判しているようですでこのラ総統が誕生となるとこれ中国も台湾への圧力さらに強めることになるんですかねまあだからさらに強まるかどうかは別にして、はい、あの今の蔡英文政権にかけていの圧力が弱まることはないですよね。はい 同じようにその嫌がらせをどんどん続けていくだろうとでただ、まああの、やっぱりちょっとその台湾海峡台湾周辺というのが本当に気な臭くくがなってきているので、ええ、あの中国側としては、ね、あのプレッシャーをかける意味でやってるっつったらそれはやっぱり軍備を拡大していけば。 あの不測の事態とか暴発ということは常にあり得ますので、ね、やっぱりそれを我々連携して、はい、特にやっぱり台湾というのはもう本当沖縄すぐですから、はい、やっぱり沖縄の防衛ということもやっぱりちゃんと考えなきゃいけないいけですよねその台湾有事についてですが NBC ニュースの報道を信じるとすると2027年までに起こる可能性は低くなったとも言われるんですけれども、まあ、ただです、ね、中国としては台湾を軍事的に支援しているアメリカが まあ現在、ウクライナとイスラエル、まあ、この辺りでごたついている今こそが武力行使を仕掛けるには絶好のタイミングなのではないか、まあ、こういう見方もあるんですよねまあ,ありえないことはないと思いますがただ、中国もごたついてるでしょうあ確う経済的にもね。ね経済的にもごたついてるし、えー、国内の人事もごたついてますから、はいえー、だからそういう意味で言うと中国もそれほど余裕は果たして あるんですかと、はいえー、もちろんこれがある程度規模の小さな国だと国内の,その不満とか混乱を目をそらすために対あの領土問題なんか打って出るということはあるけれどもさすがに中国クラスの国になっちゃうとそこでで動かかせないですからね、はいえー、で来月のこの台湾総統選挙を前にアメリカ政府はですね台湾に対して安全保障上の関与を続ける姿勢これを示しています。まあ、先日 もうですね、台湾に対して通信設備の予備部品など総額で3億ドル日本円にして426億円相当の軍事物資を売却することを決めました。え今回のこの軍事物資の売却についてアメリカ政府は台湾軍の指揮命令 機能を向上させて現在及び将来の脅威に対抗する能力これを向上させると説明し技術的な支援などを行うためにアメリカ政府の職員26人を台湾に派遣する可能性これも示唆していますウクライナへの支援金イスラエルへの対応でもたつく中一方で台湾へのこの対応をですねしっかりやっている現状を見ますとアメリカは台湾問題を重視していると ということなんですよね。まあやっぱり重視せざるを得ないということですよね。<員>で、あの、特に、あの、台湾の側がやっぱり非常に頑張っていて。うん、あの、先週でしたっけ、今週でしたっけ。 結構、台湾の中佐かなんかがですねヘリコプターで中国に亡命しようとしたというある種はっきり言って口頭向けなスパイ劇がこれが摘発されたわけですけれどもこれをどう見るかということなんですがこれもまた江崎道郎さんなんかが詳しくご説明いただいているんですけれども要するに台湾側はスパイの事件が摘発されるとですよ。 サー系のメディアなんかは要するに台湾にこれだけ中国が浸透しているんだ危ない危ないみたいなこと言うんですが考え方は逆で台湾は自国に浸透している中国側の工作を把握していますよとだからスパイを摘発するっていうのは摘発することがいいことなんですだから例えば変な例えになりますけれどもあのいじめの問題の時に。 あのい,じめをやいじめというのはこれ残念ながら人間の集団である以上一定の確率でこれ発生するわけですね、はいはい、その時にいじめがなかったという,ふうな報告をするんじゃなくていじめがあったことを報告するとその報告したことでその例えば学校の校長だったり担任がなんか人事上のペナルティを受けるというのではなくって、はい、一定の割合でも発生すると、で大スパイと一定の割合でいると、はい、それを前提にだからそれを きちんとその処罰しましまたきちんと摘発をして処罰をしてガバナンスが効いてますよと示さなきゃいけないだから、ね、いじめもいじめがありましたよとそれを早い段階で察知して手を打っていじめをやった生徒を処罰しましたという,ふうなことを言った学校をこれをよくやったと評価してくれるする世論を作らなきゃいけないんです。でそこであった で摘発したからっていやなんだし、はい、から、ね、そういう形であの中国側のスパイの摘発に続いているということは台湾側もかなりそういう意味ではてこ入れをしていて、はい、あの中国側に対する警戒でしかもそ、その負いも狭まってきているしでそういうことをやると実際にその台湾の人間で中国を接しているような人たちというのはこれは疑心暗鬼になるわけです。はい チェック彼らに対する抑止力になるわけで,でそういうことがあれば当然そのアメリカはやっぱりアメリカにしてみれば自分たち例えば日本についてもその日本の沖縄とか尖閣の問題もそうですけど日本が自分でちゃんと守るんだというからアメリカもサポートしていくわけです。台湾は自自分分たちののこととを自分で守るるんだというでその実績を上げてるから じゃあ、アメリカもやっぱりそれは同盟国なんだから事実際の同盟国なんだからという話になるわけであのそこのとこですよね、ただ、やっぱりバイデン政権の基本的な関心はあの重視しているといってもやっぱりウクライナやパレスチナの方がどうしても彼ら強いですからあのそうなってくると、やっぱりここで日本がやっぱり東アジアの問題は日本にとってウクライナやあのパレスチナ全く支援しないというか無関心というわけではないんだけどやっぱり遠いですよねと。我々にとっってはは一番差し迫った危機は 中国のやっぱりこの東アジアの緊張ですよと、うん、それはだから西側の中では日本が主導してやるんで、えー、ちょっとそちらの方から負担を軽くしてくださいこっちやるんでサポートしてくださいというふうに日本がやっぱり誘導しなきゃだめなんですよね、はい、だってそれははっきり言ってあのまあウクライナの問題戦争が起こる前にあのドイツなんかが NATO 軍がですねこれあのアフガンに派遣されてましたけど、うん、アフガンからやっぱり撤退し,しましたもん、はい それはやっぱりウクライナが緊張してきたんで、えー、やっぱりそっちの需要だからといえばそれは誰も止められないでしょ、はい、我々もやっぱり自分たちの身の回りに火の粉が振りかかれつつあるんだからそれは防がなきゃいけないんだから、うんうん それは西側のためにもですね。やっぱり我々は極東の守りをちゃんとやるんで、<ー>台湾と一緒にちゃんとやるんで、アメリカさんサポートしてねという言い方をやっぱりしていく必要はこれ当然あるでしょうね。で台湾では2004年の総統選挙で投票日前日に総統候補者だった陳水扁氏が銃撃されるという事件がありました。で台湾独立を掲げていた陳水扁氏は事件のあった2004年の総統選挙では再選されましたが、彼が目指し した国名を台湾として国際連合に加盟させることは実現できませんでした陳氏は結局夫人の公費の流用疑惑などスキャンダルが続いて人気急落2008年5月に大統領を辞任11月には不正送金収賄などの権威で逮捕起訴されることになりましたもちろんこういった選挙前の銃撃事件そして当選後の身内のスキャンダル発覚そして辞任逮捕中 中国政府が絡んでいるのかまでは分からないわけですが、まあ、今回の総統選でこの現状優位とされる民進党の来成と候補にもこれはまあ同じようなことがないことを祈るばかりというう感じですかねそうですねやはりあの<っ>我々としては民進党の今の蔡英文さんの路線をきちんと引き継いでいただいて、はい、それが安定していただくと。<っ>でまあ、独立とということを言えばそれは彼らをあの まあ、虎ノ門を踏む形になるんで事実上の独立国なのでこの現状をとにかく固定化させる、はい、あのすして台湾の平和と安定を維持するということが一番大事ですので、うん、やっぱりねこの来世徳さんがあと2期やっていただいて、うん、その次はですねご本人が出ていただくかどうか分かりませんけれども。えー あのちょっと名前が今、ごめんなさい、出てこないんですけど、ええ台湾の,あの IT 担当の非常に若い方いたじゃないですか、山下達郎さん、はい、そうです、似てる方ね <laughs> る方あの方、いや、出てきましたよ、おそらく出てきてると思います、名前はちょっと出てこないですけど、今、ど忘れしちゃったんですけど、はいええ、台湾の山下達郎さんにですね。はい、ええ <laughs> 来世徳さんの後はやっぱりやっていただくぐらいの形で、はい、あのやっぱりその台湾がやっぱり民主国家としてやっわれわれの陣営と一緒にずっと安定的にやっていただくとで、まあ、逆にコンクラブなところありますから、うん、そうしているうちにですね中国の体制が、まあ、転換しねえだろうなと思いますけど、うん、まあできればね、うん、台湾のほずっと続いていいたただきたいですね、はい、以上、ウィークエンドテラちゃんでした内藤さんありがとうございました。